トーマス・エドマンズ・プライスは、アメリカ合衆国の医師、政治家である。2005年より、アトランタ北部郊外にある、ジョージア州第6選挙区選出の会員議員を務める。共和党員である。かつて共和党調査委員会と、会員共和党政策委員会の委員長、会員予算委員会の委員長、ドナルド・トランプ政権で11代目アメリカ、合衆国保健副市長官を務めた。 2016年11月29日にドナルド・トランプ、次期大統領より、プライスはアメリカ合衆国保健副市長官に指名された。2017年2月10日にアメリカ合衆国上院本会議で民主党は1000万人の加入者のいるメディケアに基本的な変更を加えることに反対したが、共和党は20年にわたり医療に従事し、 アメリカ合衆国の医療システムについて幅広い知識があると反論し、最終的にトム・プライスの保健副市長官就任は52対47で承認された。2017年5月9日にウェストバージニア州チャールストンの州議会議事堂でトム・プライス保健副市長官にオバマケアについて大声で質問し、妨害行為をした容疑で、 記者証を持っていたレポーターが現行犯逮捕された。質問しただけで逮捕される人がいるなんてと報道された。2017年9月29日にアメリカ合衆国保健副市長官を辞任した。国内出張でプライベートジェット機をチャーターして多額の公費ーーを使ったことでトランプ大統領が不快感を表明していたことから事実上の解任とみられる。ドンジェイライトが 保健副祉長官を代行する。ありがとうございます。